はいはるです。今回はですね、今までたくさんやってきたコラージュなんですけど、これのね、素材の収納方法を知りたいっていう意見が結構あって、収納もなくただ置いてるだけなんですけど、今回はねそれを紹介していければと思います。でシールは基本的に100均かロフトか、あとシーン、東急ハンズとかで購入させていただいております。まあでもロフトが一番多いかな、高いんですけどね。はい、で素材たちはねこの子に入ってます。でこのカゴは東京インテリアっていうところで購入しました。梱包用のリボンがあったり、この辺りがシールですねとか、あとはこういう素材紙とかっていうのも入ってます。で梱包系のものは下島っていうところで購入してます。オンラインもねあるのでめちゃめちゃ便利ですよ。でシールは基本的に、まあ動画でも出てると思うんですけど、こういうねフォルダとかポーチとかに入れてます。まあ、このポーチもね、本来多分シールを入れるものじゃないんですけど、まあ、透明なね、ものがいいんで、こうやってすぐ見れるからね。ここに、まあ、ただただ突っ込んでるだけなんですよね。この辺はちょっと改善していきたい。もっとね、シールケース A の編んでみたいな、あったら教えてください。で最近発売された、これ、大人のシールコレクション。このね、ファイルもめっちゃ良くて、このシールの縦長のやつ、こういうのね。がぴったり入るんですよ。ほら、でしかも透明だし、すごいね見やすいので結構これに入れることも多いですね。あとまあ残りのシールとか結構ね使うシールとかっていうのはこれに入れてます。これもね確かシーンやと思う、この入れ物ね。まあ、名刺サイズなんで、まあ、梱包するときにね、無理やりつけてる名刺とか、あとこれ人物系のやつシール、まあ、あとはね同じく名刺ぐらいのサイズのこういうシールを突っ込んだりしてます。全然ね規則性とかもなく、ただね突っ込んでるだけなんですよねこんな感じ。まあでも見た目可愛いですよね。はい、でマスキングテープに関してはこの箱に入れてます。でこれもね下島さんで購入しました。でもうワンサイズでかいのがあったんで、それをね欲しいと今狙ってるところなんですよね。入りきれてないんですよ、この辺とか。ほらほらこれめっちゃ可愛いね。でかくても入るし、まあ、細かったらこうやって3本ぐらいそのねお部屋に入ってくれるんで結構いい。でも入らない子たちもいるので、こうやって上に乗っけて無理やり閉めてますね。良くないけどねこれ。あとねシールの入れ物もう一個あった、忘れてた。このちっちゃい子、これもね細かいシールちゃんたち、ちっちゃいシールちゃんたちを入れてます。これかわいいよね。はい、でシーリングスタンプに関してはこんな感じですね。この箱は確か100均、100均を自己満でデコりました。デコるって死語かな、ごめん。はい、中はこんな感じでねゴリゴリ無理やり入れてます。でもこの先のデザイン結構あるんですけど、ここねよく使うものたちだけ選抜でね入れてます。残りの子は箱の中に入れてちょっと棚の中にねしまってますね。でパステル系のやつと、あと宝箱、これはね100均です。フレッツっていう100均で買いました。この中にもねロー入ってます。でこの木箱ちゃんはね実際にもう作り終わったシーリングスタンプ入ってますね。これ何に使うかっていうと梱包の時にねたまに使ったりします。うん、まあ、くっつかないんで後ろにね両面テープを全て貼ってちょっと保存してます。でこの木箱はシーンさんで買ったスタンプが入ってました、もともと。それをどかしてこれを入れてます。今こっちの方が可愛かったから、ハート可愛い。でセロハンテープは無印良品さん、めっちゃ可愛い。はい、そんな感じで、この辺の紙はね、まあ、100均ですね。この色画用紙、この小さいサイズの100均さんの画用紙がマジで優秀で、一つのねノートにこの大量に入ってるし、まあ、ちぎりやすいしね、めちゃめちゃおすすめ。でこの素材もねお気に入り。これはね結構質問でも来てるんですけど、なんかねコラージュ用素材ブックみたいなんでロフトに置いてあったんですよ。こんな感じで英語力皆無なんてあれなんですけど、なんかまあもちろん本として読んでもいいし、素材用の場所に置いてあったんで、ここにねこうやってな感じで絵描いたりとか、こうやってね1枚ちぎってコラージュの一部にしたりとかっていう使い方も OK な本だと思います。ロフトのね銀座のロフト、なんかでかいやつ、でかいロフトで売ってました。はい、そんなもんかな。うん、あとはねあんま見られたくないんですけど、この辺ねこれシール素材とかテープのりとかもごちゃごちゃ入れてますね。アロンアルファとかあったりするしますね。あ、これもねロフトで買ったポーチ、めっちゃ可愛くないですか、ペンギンさん、ペンギンさんポーチ。でもシール入ってます。
はい、でもこのね東京インテリアさんのいいところ、これねちゃんとこうやって持てるんで持ち運びも結構しやすいんですよね。しっかりしてるし、こんな感じのカートカゴみたいなやつの一番上に置いてるって感じです。なのでまあ作業してるね真後ろにこれコロコロって持ってきたら結構すぐ取れるので梱包とかもかなりしやすいんですよね。このティッシュケースは無印良品さんです。で下の段とかはまだねあの改造中です。改良中、うん、これからねどんどん詰めていくんで、まあ、まだ出来上がってない感じなんですけど、はい、そんな感じですね。なんでも私のコラージュ素材はカゴに入っていると言っても過言ではないような感じです。まあ、参考になったかどうかわからないんですけど、基本的にはねこういうポーチに詰め込んでる感じです。ポーチはね絶対透明の方がいいですよ。じゃあそんな感じで終わります。他の動画でもお会いしましょう。バイバイ。